ビオン衛星創造図ビオンはソ連ロシアの生物衛星である。ビオコスモスという名前でも知られる。1973年から1996年までの間に初期シリーズの11機が打ち上げられた。2013年4月には改良型のビオン M の初打ち上げに成功した。1971年、ソ連とアメリカの間で宇宙開発について、 協力関係を持つことを規定した合意文書が調印された。これに基づき、ソ連はアメリカに自国が打ち上げる生物学実験衛星にアメリカの実験ペイロードを搭載することを提案した。この衛星がビヨンである。ビヨンはゼニットを元に設計された。ゼニットはボストーク宇宙船と共通の設計を持つ偵察衛星で偵察用カメラをフィルムごと帰還されるために 大気圏突入カプセルを備えていた。このカプセル内は機材を正常に動作させるために気圧、温度がコントロールされていたので容易に生物学実験に流用することができた。実験終了後、ペイロードは地上に帰還した。また、ビヨンとは別に計画の一環としてナオカと呼ばれる 90kg の外付けモジュールが開発され11機のゼニット偵察衛星に 取り付けられて使用された。ビオンの打ち上げは1973年から始まった。衛星は最後の一機を除いてコスモス衛星として打ち上げられ、ビオンの名と同時にコスモスの名前も与えられた。1975年には最初のアメリカの実験ペイロードが打ち上げられ、アメリカ以外にも多くの国が実験に加わった。実験の内容は無重力への生物の適応や、 放射線が生物に与える影響の調査など多岐にわたった。衛星の打ち上げは平均して2年に1回という緩やかなペースで行われた。5号までは主に小動物や植物、微生物を使用していたが、6号以降では猿を使用しての実験が行われた。1996年のビオン11号をもって計画は一旦終了した。ビオン計画終了後は、 同様の回収型衛星であるフォトン衛星が生物実験に利用されていた。2013年改良型にあたるビオン M の運用が始まった。この型ではカプセルに結合する機械線が改良され、軌道修正能力や着陸地点の制御が向上したとされている。太陽電池の追加と生命維持装置の改良により、軌道上での実験期間は、 従来の3週間から最大半年間に伸ばされた。運用軌道の高度も200から 300km だったものが、より放射線量の多い 575km に変更され、効率的に宇宙船被爆実験が行えるようになった。ビオン M 型の1号機は2013年4月19日に、バイコヌール宇宙基地からソユーズ 2.1A ロケットにより打ち上げられ、無事に、 地球周回軌道に投入された。2013年5月19日、無事地球に帰還したが、20日ネズミの半数や砂ネズミのすべてが死亡した。ただし、ロシア科学アカデミーは、これら動物の大量死は予想された結果だとしている。有人火星飛行に道を開くことが期待されるデータが、もたらされたと発表された。実際に若くビオン衛星では、 数多くの種類の実験が行われた。ありがとうございます。